あら、まだ固定分が8周年おめじゃん。めっちゃ祝うやん。こんばんは。ちょっとギルバトナウなので、前半はギルバト下向いてるかもです。こんばんは。お互いね、なんかギリギリのところでいけないんですよ。ハロプロにハマりました。今日の恋ラジ宮本かりんさん来ててめっちゃ羨ましかった。マジのルームで未知の話題になってた。なんで？こんばんは。化粧はしないか。なんかめっちゃ綺麗じゃない？ツヤ。私も最近アンジュルムさんずっと聞いてた。俺最近見てて一番クリスマスが似合う女性じゃないかなって思ってる。なんで？どこが？頂点ラブ聞きたい。ねえ、歌いたい。ショールームで歌ってよかったら全然歌うんですけど、いつもカラオケとかだったら歌ってるんですけどね。なんかで歌ったっけ自分。何で歌ったんだっけ。なんか歌ったことある。船で歌った。私でもクリスマスが一番好きだから嬉しい。リップって何か味するの？味するやつもあるって感じですね。そう、クーカちゃんの公演がね決まりましたので、ぜひ皆さん来てください。25のライブ行けたら行く。行けたら来るのですか。でもなんか撮影かみたいなね。12月らしい楽器って何だと思いますか。ベル。絶対ベルだ。ちょっとつもうしは、ああ覚えてる覚えてる。それは歌った。宇宙天の部歌なかったっけ。一眼で捨てできる。亀戸関やんね。怖っ。ちょっと25日までに可愛くなっとかなきゃ。あ、あれ誕生日センスがな。まあ、フィエスタフィエスタ。
スター、情熱解き放つ。あれどこ行った？分かった、おきちゃんに使ってで、どっか行ったんだ。ちょっと待ってね、あっちか、あった。よいしょ、めっちゃ勝てそうになった一瞬で。あつしさん、お誕生日おめでとう。よいしょ、淳さんおめでとう、おめでとうございます、おめでとう淳さん、おめでとうございます。最近またなんか前髪を薄くしたい衝動に駆られておる。おめでとう。暖かそうな服やな。そう、めっちゃ暖かい。はい、勝ちました、ありがとうございました。サンルームあまり来てない人でも祝ってもらえるの。はい、私のルームにあまり来なくてもここに来たら祝ってもらえるって知ってくださってるってことは、まあ私のこと知ってくださってるんだろうということで。スピンでございます。お風呂に入りましたもん、口だけ塗りました。こんばんは。うん。いえいえ。ほかほかですね。ほかほかですよ。髪の毛めっちゃ綺麗。本当？そうかな。でも今日ね、全然乾かしてなくて、あのちゃん本当はさっとさ早く乾かさんといけんのにさ、全然乾かしてなくてさ寝ちゃったんですよ、そのまま。したらこんな跡がついて、全然見えんや、こんな跡がついてメールに送ろうかと思ったけどやめました。ジャガーズソックスはね、今日久しぶりでもないけど、あんまり履かなかったけど今日ね、そうたまたま履いてる。好きすぎてバカみたいなりそう。あ、まかいな。そう、確かに漫画のキャラみたい。誰だろう。
無細工だもん口の色がないし無細工なので送れません。インスタを上げようと思ってるんだ。眠っていた心の中にドゥドゥドゥ、ちょっとなんか久しぶりにあげるから書き方忘れちゃった。もうずっと何の曲あげようって迷っててあげられなくて、でも最近私が聴いてる曲にしました。カイコの本のお茶美味しかったですか。古い話題ですいません。古っ古すぎてびっくりした。しかも2回も面白い。歯茎めちゃめちゃ可愛い。今日声出し聞いたわよ。嬉しい、ありがとう。スクショタイムお願いします。ちょっとダメ、まだ撮ってダメ。ちょっと待って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 、決まったら言いますね。決まったら顔が嫌ってからちょっと待って、今日はどこがいいでしょうか。あ、こう光を飛ばしたらいい感じになりますかね。ちょっとね、前髪を乾かすのも遅かったんでね、前髪もちょっと今日悪いんですよね、コンディションが。ちょっと待ってくださいね、ちょっと待ってくださいね、もうちょい待ってくださいね。ちょっと今前髪の脇もいい感じにしてるので、これこっちか、ちょっと待ってね、もうちょい待ってね、もうちょっと、もうちょっと待ってください、もうちょい、何のポーズをしようかな、あ、難しいな今日、なんか何も思い浮かびませんね。ちょっと待ってくださいね。熊、すごい、熊が熊連投。熊っぽい。まだダメですよ。熊の耳の位置を決めてるから今。これチェブラシか。猿。アンパンマン。こんぐらいかな。でもなんかネズミに見えるな。丸みを帯びさせないと。はい、チーズ。はい、終わりです。撮れましたかね、ちゃんと。でもいいものができたと思う。今日一出たな。あ、もう。あはははは。
笑った、かわいい絶対笑ってないやつやん。久しぶりに美月ちゃんの顔見た。あ、やっぽー、みち最近顔芸豊富。ほんと？またお願いします。え、欲張りだな。くっ、ちょっとダメダメダメな、どんなキャラだよ、どんなキャラだよ。まま宿舎タイム用意する時間の方が多いという、間違いない。卒業式、うん、応援してるよ。ダブルピースください。はい、3年12月。一番かが本当、今日のキャラ好きよマジツイートのリフレッシュだけでも愛情表現伝わりますか。はい、あ、チュッてしたんだなって。今スクショしたの確認したらすごい顔してた。ちゃんと私の決めたところで撮りました。それいつでもスクショタイム、いつでも可愛いってこと。まあそうかもしれない。かもしれないこともないかもしれない。もう勝手にスクショするから。うん、じゃ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 ん、ダメよ。はい、じゃがりこの肉肉肉味がまあまあ美味しかったです。まあまあめっちゃガーリックでしたよね。ニッカーリックって感じでした。美味しかったけど、のり塩ごま油とかサラダの方が好きでしたね私は。エンチのこと裏ではエンドレススクショタイムって呼んでるもうみちゅの3倍ぐらい時間かかれ言うの。そんな少し酒飲まないけど日本酒イベント行きます。なんか結構お酒飲まないとか強くないとか普段そんな飲まんって言ってる方が多くて、そうびっくりしました。せっかくあるメンバー褒めてたのに。パセリなんて、なんか皆さん結構飲むのかと思ってた。お酒飲まないけどっていう方が結構いらっしゃって、広島、あやばい、スクショされるガリガリ飲む？焼け酒しか飲まない。ああ。普段は全く飲まない、飲みません。ほら、朝から飲んでる。まあそういう方もいるよね。お酒飲まないけど未知の日本酒買った。ありがとう。いや別に日本酒だけじゃなくてお酒っていう方が多かったね。お酒飲まないっていう方が。今日の誕生日くらいしか飲まない。うそ、おしめん4人ぐらいいるでしょ。フッ、日本酒イベントは
秋葉原であります。でもありがとう、嬉しい。こんばんは。スクショしてもいいけど自分の中で留めて。まだ申し込めると思います。え、多分秋葉原でイベントするの。そう、6人で行きますよ。焼きもきしそう。イベントの次の日は話し会なのハードね。もう慣れましたよ。舞台の次の日は話し会とか。もう慣れました。何のイベント？今日本酒のコラボラベルが発売されてて、STU 大人麺6人と、大人麺はね、6人以上いるんですけど、そう、今回は6人で、石田美、真秘穂の、舞久、葵ちゃん、私の6人でコラボパッケージを作っていただいて、でその6人でライブをしに行くよっていう。あとは私と南が出演させていただいた映画の上映会があるよっていうものでございます。みちゅって大人めんのやねねえ、知らぬ間に。私たちは飲まないと思いますよ多分。酒飲めないけど行きたい。そう、一応ね、その成人以上の方が入れるイベントになってるので、そうね、あんまり年齢制限があるやつってあんまりっていうか出たことないかもしれないけど、多分一緒に飲もうのイベントじゃないから。あんまり年齢制限がかかってるさ、なんか催しって今までなかったくないですか。皆さんは飲めるけど、この私たちがやる6人のイベントが一緒に飲もうの会とかじゃなくてだと思うから、多分普通に、多分立ったり踊ったりすると私は思ってるから、多分ね。でもいっぱい飲んだ後の次の日の皆さんかもしれないってことですね。話か。カウント
トダウンライブか。そろそろ寝ますか。もう一回あらん、休み。ちょっとおろよい。まあお久しぶり。お、お久しぶり。ちょっと早い時間にやるとあれなのかな。女の子かわいい。それは4回成人してるから。精神年齢？たまにネクタイとか巻いていけるのかな。見てみたい。東京までの新幹線はひたすら寝る？人よりは寝ない方だと思います。多分私、限られてる時間と空間でなんかが好きで結構ちゃんとしてる。1ヶ月以上未知とお話できてない。そっか、みみみみち、どういう感じのイベントなのか本当は悲しいねねえって出演者なのにごめんなさい。ここに戻ってきてもいいんですか。まあ私はいますからね、ここに。今いますから。一期一会よ。まあまあ、何年かぶりの昨日の声。ああ、いや、ありがとう、いなくて心残りって言ってくれるなんて。そんなんですよ。かわいい、ありがとう。ルモモモさん、リリーマサさん、山本明美さん、ホジェさん、松前さん、マサさん。ルモモモさんってあのあのですか。あのだ。イラストのイラストレータールモモモさん。すごい嬉しい。すごい嬉しい。恥ずかしい。やん、メイクしとけばよかった。皆さん ごめんね、俺にも思うよとか思うんで。みんなはちょっとあれだから、もうマブダチだから。スカバルナさん、ありがとう。わ、12月も無理せず頑張ろうねさん。ソーリタワー、ありがとう。ありがとうございます、ソーリタワー。みちも書いてもらったことあったっけ。そうなんです、あるんですよ。しかもチャマとめっちゃ可愛かったんです、そのチャマ。皆さん遡ってみて、今年のお話ですので。マブだった、そう。どうせ言われるだろうなって思った。俺たちはいいのかよ。メイクすればよかったって言ったら、俺たちはいいのかよって言うのにさ、でもすっぴん見たいって言うよね。どっちだよ。
人には人の需要があるんですよ。12月も無理せず頑張ろうね。え、ちょっとどなたですか？TikTok とても可愛くて踏まれたくなりましたあ、ちょっとそういう類のイベントはやったことないですね。私があれかみたいな顔してたからだね。踏まれたくなるような人って誰だ。アバターからはあの方かなっていう予想はあるんですけど、踏んでくれる回はまだないんだね。そうですね、やったことない。お待ちしております。踏まれイベント、ちょっと運営さんに相談ですね。踏まれたくなる人でがいさせていたら確かに一定数いるからね。踏みませんよ、踏めない踏めない人を。踏まれるより蹴られたい。すげえ。毎日配信してるんですか？はい、毎日してます。こんばんは。うわ、今日すごい。日付に0と1と2しかない。はい、12月も無理せず頑張ろうねさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、チーズって言っちゃった。いいんですよこれは。一期生でキャプテンになったんだ、すみません。おきさんと仲いいからキャプテンとしてるおきちゃんと仲良かったらぽくないってこと？面白い。いえいえ全然。30人はいる。結構すごいな。トラさん感出していこう。確かに。こんばんは。今日もルカリアもこもこの服着てる。あ、やっぱり？やっぱりそうだったんだ。やっぱりあなただと思いました。お若いですね。17歳ですか？そうです。そう、もう高校が大変でさ。入隊せんでいいよ。俺もそうだぞ
でこんばんは。ちょっとさねえ、サインコサインタンジェントとかがね難しくって、おやすみ。ドラさんはしててあまりのグループを知らずにおきちゃんと一緒に配信してるのを見てフォローしました。ありがとう。いえ。学校で何流行ってます？学校でですか？学校で流行ってるのは、そうですね、やっぱいとおかしとか、あー確かに確かに。うちのクラスはミクシー流行ってます。うちはバイン、バインかな。6秒の、やっぱみんなバインかミクチャで投稿してるかな。ハネルの扉入ってます。ああやっぱ私もピカルの定理とか流行ってるかも。コッペパンってやってるかな。とは何やろうな。シュチシンの CD 買いました。あれも歌ってる。チンプンカンプン元気よく、ちょうどあの習ってるところの歌なんで、あのルートの計算できないのだけど心のルートは知ってるみたいなやつ。そうそう、こんばんは。車車車車3つでとどろき。ヘビーローテーション流行ってる。そうなんですか。いいね。あとは何だろう。最近2つ折りの携帯が発売されました。持ち運びに便利そう。新しいたまごっち、いやたまごっち学校に持ってきてる子いたよ。新曲の話でさま聞いてる。いや可愛いですよね、あのジャケットの斉藤飛鳥さん。いつでも可愛いんですけど。あんちゃんのマヤラバにコメントありがとう。いやごめんなさい、ありがとうございます。逆に全然喋れなかったですけど。ゲームボーイが入ってます。プレステ2で買った。自分の高校生時代の頃を語る回。今高校生なんですみんなみんな高校生のみんなです今。ナットインプス売れそうじゃない？ああね、いつかなんかすごい大ヒットする映画の主題歌とか歌えそうだなと思う。なんやろうな。また坂道新しいのか。鬼を倒す漫画描こうと思います。流行りそう。やっぱね、日本人だからね、鬼とか幽霊とかやっぱ
小さい時から身についてるなんかねものですもんね。はい。わわ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 わ。はい、もう現実に戻ってください。いきなり突き放す。タイムスリップの音。タイムスリップ。あまりみちが乗ってなかった。もう引き出しがなくなったからね。バインとミクチャが私のピークでした。早すぎ。そうそう。ちょっと待ってね。ミクチャはミックスチャンネルっていう動画を上げるアプリがあったんですよ。ラブトリップ歌わなきゃ。確かに歌おう。後でバインってなんや。やっぱちょっとバインは6秒だけの動画。ミクチャは今じゃない。ミクチャは今なの。あ、でもなんかそうかもしれない。なんかまだありますよね。やってたよね前ミクチャで。Hey, big girl, chocolate English, 勉強自己流。 Big girl? ミクシー。え、ミクシーなの、ミクチャって。ミクシーとミクチャが関係しとるんかはあんま知らないですね。ミックスチャンネルそんなにやってなかったし、バインもそんなにやってなかった。私は。ので、すみません、皆さんの知恵袋にはなれないです。え、ミクチャ、違う違う違う、私が中高生の時からもうミクチャはあってめっちゃ流行ってたの。ミクチャってその私たち世代の間で。そう、ミクシーじゃない。ミクシーもやってる人いたけどね。やっぱりね、そう、意外と言うて、一桁前に遡ったら、私はまだ中高生なんで。です。よし。はい、あげました。
ウェイウェイなコンテンツ詳しい。本当？でも何回か投稿はしたことあるんですけど、やっぱダンス習ってたからさ、その SNS 系はさ、もともとアクターだったからね、投稿してたりしたので、別にウェイウェイだったっていうよりかダンスの中でやってたって感じだから、好きな曲の好きな歌詞で好きでした。本当？もうちょっとなんか歌詞選べばよかったな。全部好きだからあれなんですけど。愛子さんってすごい素敵ですよね。そう、愛子さんってなんか有名な曲は失恋系の方が多い気がするんですけど、愛子さんの幸せに満ちてる曲が好きなんですよね。すみー、まあ、キラキラとかはね、あの幸せ寄りだと思うけど、はい、この何がすごいって、ずっとどの世代にも刺さる曲かけること、確かにすごい、本当にてか、なんかメロディーがおしゃれ、めっちゃエコーかけてみようかな。ちょっとエコー読んでいってみよう。どういう未来を想像して
び。なしです。私の好きな曲だ。え、街の音が割れてる？止まっちゃった。今からリバーブなしでエコーなしで歌って、途中でちょっと入れるかもしれません。同じ方向に並んだ団地の窓に、いくつ幸せが存在するか数えて、風に揺れている洗濯物の色味で、どんな家族なのかわかる気がしてしまうよ。僕が守りたいもの、そこにあるのか。通りかかった道端で考えた、ありがちな恋愛のその結末はどれも同じで、そう知らぬ間に二人別の道を行く。愛よりも大切な夢を見つけたのなら、現実はいつだって退屈なものだ。いつもレベル2なんですよ。だからちょっと恥ずかしい。空に息を吐く一本の煙突の下で、レベル2、何を燃やしてるのだろうと思う、そこにあるものの意味を考えたくなる。こんな理屈っぽくなったきっかけはなんだ。あの日一人になった探し始めた理由、もし失ってしまったら困るもの。ありがちなさよならはそれでよかったと言い聞かせて、何回ももしも
ありがちだね。愛のその結末はどれも同じで、そう知らぬ間に二人別の道を行く。愛よりも大切な夢を見つけたのなら、現実はいかって退屈だ。でもちゃんと調べましたよ。ほんとだ。あれつまずくじゃないの？調べて違ったんだ。悲しい。あれはつまずくって読まないの？あれはダメなんですか？もう一つの正解とかじゃない？えん。じゃあ消すしかないな。Keep it.
そんな音悪いですか？私イヤホンさしながら手だけ踊ってたりします。
互いの猿を呼んだか。砂浜、君は誰と
アンサーソングって感じでしたね。
ブさんを思い出すわ。イエイエイ。もうちょっと歌は歌わないようにしときます。なぜか今日は調子が悪いそうなので。ああ、男の人って。これでよく寝れそうだわ。今日は木曜日でしたね。皆さん、一週間お疲れ様でございます。僕はいない、めっちゃ良かったです。ありがとうございます。いくつも愛を持っているのね。うふふふ。ちっちゃいつ入れちゃった。なんかわかんないな。あまた明日仕事があります。そうですよね、今日は木曜日なので一週間お疲れ様でございましたが、あと一日応援しております。頑張ってください。ラムちゃんコスは成長してからじゃないとできません。ありがとう。次郎くん。あはは。ジョニー、現金出しな。遊んで食べて寝てるだけだよ。何か悪いの？カジカジ。ばあちゃんです。私、こじこじのスタンプ愛用してるから。どうもありがとう。いいね、いいね。お疲れ様。わーい、わーい。そうだっけ？忘れちゃったけど。そう、帽子付きのやつ。永遠の15歳、リモートは35歳。キサラギマロンです。お願いします。マロンちゃん、マロンちゃんじゃない、ジェラードンさんが初めてローハーロンドンハーツさんに出演したので、この前今日見ました。有吉の壁でも活躍されてて嬉しかった。では、団長を読んでいくね。おしゃ。リンボー。団長を読んでいくよ。13位、アマズさん。12位、MK さん。11位、キミさん。10位、マサジさん。9位、イシケンマシーンさん。8位、ライザーさん。7位、ホジさん。6位、ツボユウスケさん。5位、ランディーさん。4位、ジャ
水戸さん、3位中原さん、2位マサさん、そして1位はにゃるるるるん安藤さん、ありがとう。そして今日のラッキーナンバー22位は